アンドレア・キエーザはスイスの元 F1 ドライバー。日本語における表記、故障には揺れがあり、フジテレビの F1 中継ではアンドレア・キエーザと表記されていた。その他雑誌ではアンドレア・キエーザとも表記されていた。1992年モナコグランプリ予選でのキエーザ・イタリア・ミラノ出身。1986年、1987年に イタリア F3 に参戦。1988年から1991年には国際 F3000 に参戦。1989年はランキング6位。1990年にはランキング7位になった。1992年、フォンドメタルより F1 デビュー。弱小チームのフォンドメタルのマシーンは1992年度には、 コードコスワース HB エンジンを獲得したものの、シーズン前半は前年度シャシーであるグレーン01を使用していたため、同じ HB エンジン搭載のロータスに比べると戦闘力は低かった。またシャシーは前年度のドライバーであったオリビアグルギアールに合わせて設計されたものであり、身長 180cm と長身のキエー座には狭かった。 開幕戦南アフリカ GP は予選落ち。スポンサーを持ち込んでの F1 デビューであったがチームとスポンサーとのトラブルもあり、第10戦ドイツ GP をもって解雇。第11戦ハンガリー GP からはブラバムからエリック・バンデ・ポールにシートを譲った。ありがとうございます。